Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So it's gonna be all Japanese edition, so sorry about that. 日本語バージョンです。おはようございます。皆さん、多分、僕ぐらいの年齢より年が上だったらみんなご存知だと思うんですけど、後ろ髪引かれたいってご存知ですか？昔のガールバンドですね。アイドルですけど、結構本格的な、なんて言えばいいんですかね、ニューミュージックと歌謡曲の間みたいな曲を歌ってて、結構曲が良かったですって。工藤静香さん、それから生稲晃子さん、それから斉藤真希子さんで成り立ってたユニットですね。すごく最後まで売れてました。でも自然にね、それぞれの活動に移っていきましたけど、今のがファーストレコードになります。ファーストレコードっていうかアルバムですね。ファーストアルバムのレコードになります。でこちらがセカンドレコード、セカンドアルバムのレコード LP バージョンですね。で、こちらが同じものの CD になります。で、こちらがファーストコンサートの CD ですね。で、ベスト版なんかも結構ちょこちょこ出てて、数年前のなんか全曲シングル曲と、ポイントになるようなアルバムの曲を入れたベスト版もカラオケ付きで、オリジナルカラオケ付きで出てたりして、それもすごくいいですよ。音もいいですしね。で、こちらがレコードではなくてですね、ファーストコンサートの、レーザーディスクになります。レーザーディスク、LD って言いますけど、レーザーディスクのことはあまりご存知じゃない方のために、ビデオ画質よりちょっといいぐらいかな。で、昔の大きな DVD と思ってもらったらいいです。レコードサイズの DVD と思ってもらったらいいです。で、ですね、プロモーションビデオを当時、ハワイで撮っていて、それが入ってるね、VHS のテープ、今でも大事に撮ってあります。DVD 化残念ながらしてなくてですね、してくれたらいいのになとは思いますけど、結構今でも彼女たち人気があって、この人たちの曲結構聴かれてるみたいですね。で、あと、そうですね、これだけではなくって、こちら、ファーストツアーの、ビデオになります。これも大事に撮ってあります。あとですね、今ちょっとお見せするのを、すいません、忘れてしまったんですけど、ファーストシングル、レコードとしてですね、時の川を越えて、あと後ろ髪引かれたいっていう曲ですね、グループ名と同じ。これも本当にいい曲で、だからすごく今でも懐かしいですね。ハイスクール鬼め組っていう、アニメで当時80年代後半半ばかな、放送されてて主題歌として使われてたので、結構ご存知の方多いと思います。結構今でも人気あるみたいです。で、あなたを知りたい、タストリ後を濁さず、これはもうセカンドシングルのレコードですね。 EP になります。で、サードシングルになるのかな、メビウスの恋人、ごめんねカウボーイ、こちらもついでにトンチンカンという鬼面組の後にですね、放送されてたアニメで使われてたので、結構懐かしいですね。今でも結構人気があります。あと多分わからないですけど、一番売れたんじゃないかなっていうぐらい結構ヒットした後ろ髪引かれたいの中でもですね、ほらね春が来たっていう曲、これもついでにトンチンカンで使われてました。で、結構いい曲ですね。ちょっと彼女たちにしては結構アーティスト的な曲が多かったので、ちょっとアイドルチックなんですけど、でも本当に明るくなるようないい曲です。で、誰も知らないブルーエンジェルっていう、ついでにトンチンカンのエンディングになってた曲も収録されています。あとですね、開きポンキッキー、残念ながら最近ポンキッキーズ終わってしまいましたが、その、中で使われてた曲ですね、もう後ろ髪引かれたいが最後のシングルとして歌ってました。本当になんか彼女たち懐かしいですよね。僕子供だったので、本当5歳とか6歳とか7歳とか、今現在35歳なんですが、懐かしくて、今でもあんまりアイドルが悪いとかじゃないんですけど、アイドルとかってそんなに好きじゃないんですけど、でも彼女たちの曲は懐かしくて、曲も本当にいいですしね。3人仲良く歌ってる感じ、それぞれパートが結構平等でですね、良かったですよ。だから今でもチャンスはあるので、よかったら懐かしい方とかもね、よかったら聴いてみてください。ベスト版もさっきも言いましたけど出てますので、よかったらチェックしてみたらどうでしょうか。So well, thanks for checking this out. Hope you guys have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye. 良い一日を。